はい、お疲れ様です。マッピーです。魔の HP アップの竜のアタックアップってことで、前に暗黒竜使ってたらね、メルベユールにリベンジ入れてる人見つけて、これちょっと俺もやってみたいってことで組んできました。果たしてこのデッキで合ってるのか。まあ前に打たれた時はね、アンチヒールに泉だったんで、まあこれで合ってんのかな。リベンジ10枚ねなんとか詰め込んだんですけど、まあ逆にねメルベに相性のいいリーニーとかも入れてないんで、その辺心配なんですけど、やっていきます。よろしくお願いします。で、まあでも実際リベンジって竜相手に強いじゃないですか。速攻竜で、速攻竜相手にアンチヒールって刺さんないんだけど、暗黒竜とか、そう、リベンジが刺さらないため、暗黒竜とか、罠デッキにはね、アンチヒール刺さるんで、まあ、ありかなと思います。ということで、このデッキでやっていくんですけど、さっきね、それでアレスリーダー当たったんだけど、マジでゴミみたいな手打って、負けちゃったんで、気をつけます。はい、もうマジゴミみたいな一手打ったんでね。ということで、相手は速攻竜ですね。さあ、この速攻竜相手には、通常のダメージ返しとか、また、リベンジは刺さるんでね。対面としては悪くないと思います。というか相性いいんじゃないかな。あとこのしおりとかもね、受けたダメージ分ね、パーセンテージにして火力出せるっていうのが面白いんですけど、これね、リベンジのバフ乗っかってなくてもまあまあ火力出せるっぽいので、割とまあ良さそうですね。はい、というのもこのメルベがさ、召喚する骨が吸収持ってるんで、意外と総合ダメージっていうのがそれで伸びてくれる、ちょっと耐えれるみたいなところでね、非常に合ってんのかなと思います。さあこれ、うわー、うぜー、そうこまろには100億うざい、100億のうざさ、バカうざいですね。いや、まあまあしゃあないですね。マロに打たれたもんはもうとりあえずこれは一旦魔紋を打っといて、ただこれ魔紋を置いたことによりリベンジデッキっていうのがバレてしまいました。まあしかしバレたところで止まんねえぞというわけで、こっから受けた分ね、報復してやろうかなって思ってるんですけど、結局何出されるかによるよね結局ね、さあノルフェンを取ってくるのか、それとも貫通で E4 とか来るのか。おっと、貫通で C2、 まあ一回でもねリベンジを警戒してちょっと足止めてきましたね。 OKOKOK。 さあ春丸引いてくる、春丸いいですね。まあ一旦ちょっとヤークネでちょっと様子見て、よいしょよいしょよいしょ、まあ一回骨入れておきます。さあさあ吸収と毒入れて、でコンボ組んできたら F3 とかで俺も動線組めるんで、これ俺のペースじゃない、こっから軽く、あーでも相手キュポンとか怖いな。もうエキドナ浮いてくる、いいエキドナですけど、引き見てからよいしょ、アンパイ春丸か、相手キャラゴマ3枚あげるんでね、もう春丸打っちゃって、よいしょ、あーよいしょ、いい火力ですね。で12,51,000か、相手半分切ってく、新しい動線相手組めないんで、こっから2手でいい感じに削って飛ばしたいですね。はい、うまくいけば OK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 。 これリベンジしたいけどな、引き見てからリリアス、あ、もうリリアスが強いね、これリリアスが強いんで、もうリリアス打っちゃって、よいしょよいしょ、今のところメルベの力だけで戦ってる感じするけど、大丈夫大丈夫、今のところメルベの力しか使ってないけど、次しおりで剣ないか。これ相手火力どれぐらい出してきた、14,000ぐらいは削れてるとして、さあさらに削られていく、これしおり剣ないか、ベントでもいけたのかな。まあでもとりあえずもうしおり剣ないっぽいんで、ういういういなんかな、スキルリベンジいかないと、果たしてこれ刺さってんのか微妙だなと思うとこあるけど、まあリリアスとか強かったし良かったと思います。ありがとうございました。よし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 、まあ一発クソみたいに大きな火力もらった上でこっちにコンボリベンジとかあったら分かりやすいんだけど、何せリベンジのバフが乗っかってないんでね、発球リーダーじゃないんで、そこだけちょっと火力として果たして機能してんのかっていう心配なところはある。まあとはいえやっぱ初見殺しにもなるだろうし、相性自体は悪くないと思うので、このまま頑張っていきたいところですね。はい、お願いします。よいしょ、おー、メタモン、青色メタモン、メタモンって青色、あ、色違いってことね。あのメタモン青色だと水色なんか、色違いだと水色みたいなやつになるよね、確か。そういうことか。さあ相手は色違いのメタモンですね。よろしくお願いします。さあオイフェリーダーってことなんですけど、一応アンチヒールは、まあ、どうせリアンツィールドが入ってると思うので、その辺に対しては有効だと思うし、初手からね、
アイシャいけてるので俺のペース。初手アイシャあざっさ。ノルフェンもあると、まあ、いくらでもこっちは相手に合わせられるよ。よしよしよし、まあ、2手目から元気にやってきましたと。で君コンボなんですか。あー次キャラ1枚につきか。じゃあ大丈夫か。よし、さあこれちょっと許容の判断でいきます。これ1回下ノルフェンから入ります。下ノルフェンから入って吸収と、毒道。 OKOKOK、 ふん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 。このノルフェンもね、やっぱ今日竜のアタック上がってるってところで、よし、まあ、このカウンターダメージも、まあ、そこそこ火力出るな。よしよしよし。だフレームヘリオン置かれちまったな。相手魔獣だと思うけどな、分からんけど。骨の展開的には X 字が理想なんですけど、まあ、X バルヒアナとかでちょっとビビらしてみるか。一旦これでビビらせるか。吸収と毒入れます。はい、うん、まあ多い部屋の枚数返し、もうこっからちょっとは収まってくれたらええけど。あー、いつきライハ、待ってよ、いつきライハ入ってるってことはフルフレア入ってない説あるな。フルフレアいつきライハの完全上位互換なんでね、ほぼほぼほぼ完全上位互換なんで、いつきライハ入れてるってことはそういうことかもしれない。でここ守護者を使いリリアスを使う悩みどころだけど、まあ、でもリリアスも最高火力じゃないんだよな。なんか守護者にしようかな、個人的に。なんとなく。さあ、守護者入れて。ちょっと火力出しづらいっていう感じかな。こういう対面はなんかリーニーとかの方が強そう。あー、マイガー、やめろ。あー、最悪だ。骨全部なくなれた。骨全部なくなった。おい、骨全部なくなっちゃった。どうしようかな、これ。いやー、これ骨展開できないな。リリアス火力出ないんで、もう今のうちに。出しときます。よいしょ、やられた。骨コンボ封印はちょっと考えてなかったね。まずいよ。まあでも一応ミラッチであれして、あ待って、なんかヤンドーラ的なやつ引いたな。まずい。うわーリーニーだ、強いって。ちょ勘弁してくれ。勘弁、マジ勘弁して。やばい、めっちゃ痛い。まあとりあえずリベンジ置いとくか。とりあえずリベンジ置いといて、よいしょ。ういあー、そっか、バフ乗っかんないもんね。それ荒くねった方がよかったわ。荒くねのが強かったですね。そうだよね。バフ乗っかんないのマジ頭から抜けるわ。まあでも、日程、あー、でもこれあるな。C6 から D1 であるってこと、もしかして。あるなー、怖いなー。まあ一応こっちも吸収あるんですけど、とはいえ、まあシャバいんでね、その吸収も。さあ、メイクリア、OK。さあ、これで守護のコンボスキル開いていく。あー、でもうざい。そのフリ、なんかヒールマジでうざい。うざうざヒールですね。ちょ、引き見てから、よいしょ。あ、オッケー、しおり引いてく。まあ、シンプルに、荒くねからのしおりで勝てそうな雰囲気だけど、どうなんだろう。これ、火力出してほしいな。ちょ、これ、当てます。さ、なんとここで当てていく。さあ、ここでなんと当てていって、よいしょ。しおりの火力を上げるという狙いでございます。さあ、このフレームヘリオのコンボ使ってほしいですね。まあ、つっても相手も竜駒は場に出てないから、そんなに、あーい、マイガー、おいおいおい、フレアヒール入ってないとか勝手に言ってたけど、全然入ってたわ、思いっきり。やられたわ。クソ思いっきり入ってたわ。なんか入ってないかなとか思ったけど、全然入ってたわ。やられたー。これ、飛ぶんかな。まあ、でもちょっと一応やってみる。一応やってみるか。よいしょ。うわー、めっちゃ軽く高い。いや、でもさすがにフルフレアやらかった。いつきライハーフルフレア両積みあるんか。それは予想外だったね。まあ、でも相手もなんかフレームヒレヨンとヤンドーラデッキに入ってたんで、まあ、ちょっと予測してもよかったかもしれないです。やられたわ。やられたー。俺フルフレアデッキ入ってないとか思ってたわ。これは完全にやられましたね。でなんか E1 にメイクリア打ったからリアンティーロも持ってないかなとか思ったのに、まあフルフレア入ってましたね。これはやられた。いやでもちょっと相性悪いかもしんない。なんかこっちアンチヒール入ってるとはいえ、こういう初見のバトルだと、あのどのタイミングでアンチヒール切ればいいか難しいですね。シンプルに軽く出した方がいいかもしんないしみたいなとこもあるからね、今のタイミングは。やられたー。まあ A3 アンチヒール打っときゃよかったかなってなるところではあったけど、とはいえメイクレアも切ってイツキライハ切ってリアンツィールないのもうなんか情報取れてる中、アンチヒール出すのもなんかすげえ嫌だったわ。だってさ、まあでももしかしたらリッカラファーとかもあったかもしんないから一応アンチヒール打ってもよかったかもしんないけど、相手もオーラ2枚引いてたからなんか事故ってるかなとか思ったのに、普通にフルフレア出てきたわ。イツキライハとフルフレア両積みあるんだな。そ
れは考えてなかったわ。まあやられた。まあとりあえずメルベユール出しますけど、ファッキンですね。ファッキン勝てんのこれ。これファッキン勝てるから、ファッキンめっちゃファックなんだけど、俺的にファッキンに勝てたら相当すごいけどな、このデッキで。リベンジ刺さんのかな。まあ、相手の戦技解放に合わせてリベンジ打っても正直ディスアドな気もするんで、はい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 、こっち伸びてみようか。伸びた。よいしょ。さあこれで、これでゲボ打たれるとマジきついわ。めちゃくちゃカチカチだからさ、相手軽、あれがカチカチなんで、そのバリアもそうだし風もあって、長期戦になるってなったらリベンジブー悪いと思うんだけど、でその上でなんか火力の出し方もすごいやらしいからさ、勘弁してほしいな。 OK、 まあでもここはね、鳥を使いたいタイミングに合わせてノルフェン貼ってあげて、まあここまではいいんだけど、ああなるほど、これもワナゴも貼ります。さあこれもワナゴも貼って、まあ、鳥を出したいタイミングで物理返しが発生する状況を作って、ちょっとで窓取りたいですね。俺は火力出してこい。火力出してほしい、火力出してこい。俺のサスター車いつ使うのこれ、早く使いたいよ。ちょコンボスキル、しおりと同じ感じのコンボなんで、それもね考えつつ。 OK、 さあこれ通常攻撃、よいしょ、バフ乗っかったところにハルドの通常攻撃返ししといて、でこれサスター車打ってもいいな。今コンボスキルも狙えるし、まあ、今の火力リベンジもう決して弱くはない。これさっさと打ちますか、打ちましょう。さあコンボスキル狙いつつ骨の召喚でいきたいですね。素晴らしい、よし素晴らしい、 OK、 いいですよ。3400、上等上等上等。リベンジのバフ乗っかってなくても、まあ、そこそこ火力出してくれましたね。ナイスだ。でこっからは、アンチヒール貼るか、いやでもアンチヒール貼っても感もあるよな。ちょっと待って、その火力痛い、やめてください。ちょ引き見てからですね。よいしょ、ベントか、なんとも言えねえ、これなんとも言えないな。 C ちゃんチヒール打ってから F4 から D2 で飛ばせるんだったらそれでいいけど、やってみるか。よいしょ、あよいしょ、おいい火力、あ思ったよりいい火力だな。さあ思ってた以上にいい火力、しかし一番嫌なのが C2 ですね。アンチヒールあったけど火力、いやでも火力ね、そんなリベンジ出たとして2手飛ばしできる盤面かって言われるとそんなこともない。オッケー、そっち打ってくるんなら相手次動線なくて、オッケー、そっちは相手動線ない。でこれでアンチヒールも晴れてて、はあ火力丸、オッケー、春丸引いてく。さあ春丸引いてく、これ春丸引いて、まあ春丸ですね、春丸いってあげて、次の右下 X さえ耐えれば俺の勝ち。さあ果たして耐えれるのか、果たして耐えれるのか、よいしょよいしょ。あたださ、これアンチヒールで勝っ、いや無理だな、1000のアンチヒールだから600にしかならないのか、ダメだな。そうリミエットだと1000回復する、あーダメだ、これ1000回復する前に死ぬわ。ああそもそも雷撃で死ぬ、あはーい、もうリミエット OP 無理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 、これは無理だよさすがに。これでさ、この俺がめっちゃ頑張ってさ、何度か動線とか組んでも一旦で7000出されると無理だですね。さすがに一旦7000は無理だ、受けれん。いやどうすれば勝てたかな今の試合。サスタ打ったタイミングは全然良かったと思うんだけど、やっぱアンチヒールか、これあの C1 ミラのアンチヒールが弱いのか、もうそういうこと、アンチヒールが弱いのか。うわダメか、あれアンチヒールなかったらね、飛んでたよね多分ね、相手 HP1000 だったらいけたよね。もったいねー、マジアンチヒールの使いどこクソむずいわ。さてはこのデッキ上級者向けかもしれない。まあ、一旦メルベ置いといて、でこの対面もどうしようか、まあ、この対面については常に骨の吸収あるから適当にアンチヒール切ってもいい気がするけど、さあなるほど、ありがとうございますから入ってくると。まあ一回これ
じゃあ引き見てから。よいしょ。まあでも心なしか HP 高いのかな、リベンジデッキって。いや、そうでもないか。なんか HP 俺ちょっと高いのかなとか思ったんだけど、別にそうでもなさそう。この HP の高さでフィジカルで勝てたらいいかなとか思ってるけど、どうでしょうかね。これでリベンジってのが、まあ、バレつつ、スカーハとか雑に切ってくれたらもうアンチヒールで美味しくいただくんだけど、まあ守護者打ってくると。守護者ってことは他の変容記号もがないのかな。まあ一旦情報取ってっか。はいはいはい。まあそれかアンチヒール警戒で先に吸収入れたりとか、さすがに考えにくいか。まあ、ベントとかこれリベンジ引いてるんだけど、リベンジ打っとく？今一応打っとくか。一応打っとくわ。こいつコンボスキルそこそこ強いんで。よいしょ。よいしょ。あ、まあ、そこそこの火力。でもそこそこの火力なんだよな、あくまで。バフ乗っかんないもんな。で、なんか、あの、火炎デッキみたいに、サブオーラがあるわけでもないんでね。そう、あの、ヤンドーラみたいなコマ。リベンジアップのさ、なんか、オーラとかがあるわけじゃないんで。どうする？あー、リーニーか。やりづれ。いや、こうなるとアンチヒール出すタイミングなかなかなくね。こうなるとないよな、あんまり。ちょっと引き見てから考えよう。はい。いや、もうこれは俺コンボ確定に、しおり出しちゃうよ。俺しおり出しちゃう。しおり出しちゃって、まあそこそこの火力。いや、弱い。やっぱりごめん。弱い。火力全然出てない。いや、でも、こっからなんだよな。こっからです。さすがにコンボ狙いしおりはやりすぎかな。やりすぎか、これやりすぎか、やりすぎなのか、やりすぎかもしれない。いてー。いや、これはリベンジだ。この火力はリベンジするしかない。この火力はリベンジでしょう。ダメ、サスターシャープリーズ、プリーズサスターシャー。ダメか。ここサスターシャー引いてくれたらな、割と熱かったんだけど、ちょっと考えるか。サスタのコンボを警戒するなら C2 なんだけど、今リベンジチャンスなんだよね。難しい。まあ、こっちか。こっち行って、まあ、コンボスキル残しつつ、よいしょ。いや、とはいえ厳しい。これサスタのコンボ打たれて悪くね。相手1万7回あるけど、HP。大丈夫？相手 HP1 万7回あるけど。大丈夫？これ。F5 打った方が良かったまであるよ。だよね。やばい。やばいやばいやばい。そうなるよね。そらそうなるわ。俺もそうなると思ったわ。やばい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 。はい。ダメだ。これどうすればいいんだ。これどうすればいいの。これどうすればいいの。これ取るしかないの。で、これで俺が何サスタのコンボ耐えるしかないの。おら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 、頑張れ頑張れ。頑張れ。でも、ちなみにこれサスタのコンボ、あの、あれだね。打たれなくても F2 が普通にきついね。大丈夫。大丈夫。あ、リリアス打たれた。ジジ。ちょっと待って。むずくね。これ、これむずくね。もうちょいなんか、立ち回りなんかなんとかした方がいいかもしんないけど、むずない？にしてもにしてもむずくね。合ってんのか、このデッキ合ってんのかな。え、でもそうだよね、しおりとかってリベンジ10枚入れないとさ、スキル発動しないよね。しないよね。しないね。いやー、合ってんのかな。でも一応あるらしいんだけどな、メルレビリベンジって一応コンセプトとして。スキルリベンジのコマがあんまいらないのかな。コンボリベンジのコマばっか入れて、スキル発動できる状況まで持っていくみたいな感じかな。スキルリベンジあんま狙わなくていいのかもしんない。説あるな。サスターシャとかもしかしていらない？両面リベンジ持ってるけど。さ、アポロン。オッケー。アポロン貸したい。オッケー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 。これなんとかアポロン雑に出してほしいけど、相手も俺がリベンジって分かっちゃうと、なんか雑に出してくれなそうな雰囲気もするな。まあ一旦これメルベから、よいしょ。まあメルベからちょっとね、一回ごちそうさましといて。さあ、あちらのお客様からです。さあ、メルベ出して、いや勘弁、なんだ、オーラ引いてる、銀白かな、あーリーに打たれると。でこれね、厄介なのが今ベントスキル発動しないんだよな。ここなんか雑に、あー、オッケー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 、よし、オッケーでございます。まあ、なり打ち打ちしてさ、これでリベンジバレていくと。大丈夫か？このリベンジバレるの、ほんとよろしくないんだけど、俺的に。まあ、オーラ引いててアポロンなんで、事故りそうだけどな、どっかで。届かない。
ベノムヒル、この目の前のベノムヒルにアンチヒルをかましたいっていう人いますか？ずっと思ったけど、相手そんなにヒールしてないからあんまりやんなくても良さそう。はい、おー、大丈夫か。なんだこの手駒、なんだこの手駒は。相手がどっかで事故りそうとか言いながら俺が早速事故ってるわけなんですけど、よいしょ。あれ右から行く、いいですね弁当。うん、イアンツイリでしょ。リアンツイリだ。つくよみまで入ってると、やぶな。これつくよみ後半残されてたら俺のしおりとさせたし全然火力出てないわ。よかった雑に出してくれてって言いたいとこだけど普通にしんどい。なんすかこの盤面、この盤面なんすか。大丈夫ですか。よいしょ。こっからの流れはね、 X に対して C に切って B 中打ってきた時に F5 にしおり打って取らせてサスタシャで終わりか。合ってんのか俺の今言った話は。果たしてさあ俺の HP がそもそも残るかどうかっていうところもね懸念点ですが、お願いします。ノルフェン、まあ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  OK、 まあ OK、 まあ OK、 一回ノルフェンかまします。ちょっと罠駒とか打たないでください。俺もつくよみ出されてる中そんなシャシャリ出た真似なんてできないんでね。さあこれで発動しないと。これ踏みだったらマジ怖いけど、でもさコンボ毒に対してさそんなとこに踏み打つってなさそうだけどね、手駒事故ってるとはいえ。これトップ引きですね。で、さあこれ強気に行きたいね。まだ相手アポロンチャージたまんないから、さあこれ強気に行きたいですね。これ強気に行きます。さあ強気のしおり、よいしょ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 。よかったのかこれで、果たしてこれでよかったのか。しおりとさすがさ逆ってことあるないよな。これ合ってんのか合ってんのか。で、あの罠駒見過ごせないだろう。手駒特殊しか固まんなかったし、絶対さやかっぽいもん。 OK、 火力出される。これで飛ぶの知らんけど、これ飛ぶ、ちなみに大丈夫。あ、でも結構いけんじゃない、この火力ならいけんじゃない。いったぞ。さあこれで火力出さして、さあサスター社、サスター社レッツゴー。さあ果たしてリベンジのバフ乗っかってないけど大丈夫。お前ら頑張れ。ふっ、うお、あー飛ばないんだよね。くっそ、これ合ってんのか使い方本当に。くっそ、合ってんのこれ。ちょっと待って、あ、え、合ってるよね。俺間違ったか今使い方。合ってるよね。え、さす、え、うーん、しおりからでよかったよね。そうだよね、そう、圧力ないと相手に無視されるし。いや合ってんのかこれ本当に。なんとも言えないな。ちょっと俺ちょっと消せないね。やっぱリベンジのか、リベンジのバフ乗っかってないからさ、あいつらバフ歩きじゃん。なんかね、あの感覚的に言うと、感覚的に言うとバフリーダー以外のデッキで、なんだ、殴る駒入れてる感覚、グエリアスとかさ、別にいいんだろうけど。でもでもな、なんかな、別にメルベだったらリーニーでよくねとか思ったわ。合ってんのかこれ。でも一応俺あるって知ってるよ。メルベリベンジっていうデッキが実は隠れデッキとしてあるのは知ってるんだよね。ただ俺の使い方があまりにもうんちすぎて強さがちょっと実感できないですね今のところ。さあ相手リアンツェルで、あー、アルカートから切ってきた。あー、バカいてー。いや、リベンジチャンス、リベンジチャンス、リベンジチャンス。うおー、リベンジ。いや、これこれ次、これ分かったぞ。これそういうことだな。オッケー、分かった分かった。これそういうことね。じゃあ、まあ、ここリリアス打つか。成り打ち、成り打ちなんかさっきから失敗してっけど、まあでも成り打ちでいいや。オッケーオッケー、分かった。これ相手のリアンに対してサスター社かませってことね。そういうことか、なるほど。もう今回手駒も全部 S 駒引いてるからね、もう負けられない。さあ、オッケー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 。で、これにサスター社打てってこと？合ってる？合ってるよね？合ってるよね？もうちょい待った方がいいとかないよね？もうないないない、絶対ない。じゃあいきまーす。よいしょー。さあ、これどれぐらい出る？おい、4200、いいぞ。強いぞ。強いぞ、強いぞ。
3手目4200、さすがに強いか。まあヒール入れられるのは非常にめんどくさいが、相手キャラゴマ3枚、痛い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 。そこっからバルヒ引くけど、まあ春丸で C1 とか打って適当に削りいきますか。よいしょよいしょよいしょんーよいしょんーよいしょ。 OK、 さあ春丸が頑張って3500ダメなのに対して、さっきのスタス足して4200出してるからね。春丸越えの火力いいぞ。なかなか気持ちいい瞬間が見れたわけなんですけど、相手の HP 12800でファビオ置かれてて、じゃあここの後のなんか、これ勝ったんちゃう、これ C6 しおりで勝ちじゃない、これ勝ったんちゃう。引き見てからレッツゴー、アンチヒール。いやさすがにコンボ狙いできるんだったら俺しおり打っちゃうよ。ほれしおり、いやこれしおりがな、要はこいつは強いライフバーストっていうイメージなんだけど、まあいまいち雑出しに向いてないからちょっと難しいですね、運用が。おっとおっと、まあそれ取りでいいか。はい、あら食うね、あら食うね、よいしょ、マラクネで取っちゃって、よいしょよいしょ、おいからく、お、これいけるか、うー、いってこい、ナイスまあさすがにエスゴマレンダが、ナイスナイスナイス。いやでももっとな、リュウとか来てくんないとリベンジの強み生かしづらいですね。でもリアンツィールについては、リアンツィールのスキルに対してサスターシャ打つっていうのは強かったですね。なるほどね、オッケー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 、これでこういうことね。まあ言ってもなんだかんだリーダーがメルビユールだから、なんか適当に打ってるだけでもなんかやってること自体はなんとなく通せそうな気がする。オセロニアを楽しめる仲間募集してますとらしいです。北斗の剣さんですね、剣の字が違う、犬の方だった。よいしょ、さあ相手ヒュプノス、ヒュプノプロフィールのあの画面ヒュプノスで、こっちもヒュプノスでしたね。なんか特殊ダメージとか返せる子も欲しいけどね、ユーランとか、どうなんだっけあれ、ハロルドとか、びっくりマーク、いや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 、お前まさか俺のこの初手メルベユルに対して、あちょ、お前初手メルグレーで引いたからびっくりしてたのか、なるほどね、いらっしゃい、 OK、 ハルマル引いてく。じゃあこれはちょっとリベンジさせてもらいます。このベルグレーではね、ちょっとでもリベンジでアドバンテージ取り返させてもらいます。 OK、 あーって言ってもバフ乗っかってないから1500しか出さないっていうね、ほんと寂しいな。これが波及リーダーだったらねバフ乗っかるんだけど、まあバフが乗っからない部分はメルベの召喚でカバーしようということか。さーてとバルヒアナとか引いたら熱いけど、おーなるほど、まあ IC 行くのも悪くないですね、普通に行っちゃって、うんうん悪くない、いいですね、ちゃんと毒とか特殊の攻めはね通ってる感じがするね。で春丸の使いどころだよね、相手キャラゴマ3枚とかなってからの方がこいつは効率いいんで、あと2ターンぐらい増したいとこだけど、うわートゥルラ打ってきた、めんどくせえ、いやこれいやめんしめんどくさいな、ちょ引き見てから、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、安定の守護者、はい、さあ安定の守護者回復入れていく。なんか村正とかめっちゃ欲しいな思ったけど、俺メルメル使う時スカーハとか村正とか使うの大好きなんだけど、それを思い出したわ、このヒプノスとかに火力出された時にあの辺で 2,3 ターンぐらいあのターン数伸ばすみたいな、めっちゃ好きなんだよな。おっとさヒュプに踏み穴入らない理論で行くなら D1 に春丸打っちゃっていいんだけど、はい、まあどの道これはちょっとその理論に乗っかった方が良さそうですね。はい、よいしょ、入ってました、すいませんでした。って言ってもこの火力はもうしょうがない、許容しないと。
で、バルヒアナ引くの遅いな。もうこうなるとヒュップのコンボ先に当てるみたいなことはもう HP 的にも通らなそうですね。ちょっと引き見てから。そのアナゴマめっちゃだるいんだけど、すげえやだ。そのアナゴマめっちゃやだわ。過去最高にやだわ。どうしよう、どうしよう。ここバルヒアナ置いてもかんない。でもなんかやってることとしてサスターシャ浮くのもなんかすごい嫌な気もしたんだけど、いやまだワンチャン勝てるな。これ次しおり打つかサスターシャ打って取らせてどっちかの火力みたいな感じか。まだいけるぞ。 OK、 これちょっと考えよう。サスタか、サスタかな。打つなら次しおりだよね。打つなら合ってるよね。はい、これサスタ行ってでコンボスキルちらつかせて、よいしょ。うん、いい火力、さすがサスタ8004。これいけんじゃね。ライフバックそ強いよ俺のしおりは実質で。まああとシールドやめてください。あとペトラも無理。あー、まあペトラ無理って言ったらあるんだよね。どんまいこれな。まあそうだよな、ヒボノスだからペトラ入るよね。どんまいだね。くそ、なんかね、あとちょっと足んないよね。いやでもあのハルマルリーチはちょっと行きたくなっちゃうけどな。あのフミはな、わかんないけど右上 X からだと単数的になんかシャバそうだったんだよな。えでも結果論だけでいくと右上 X から打って D5 サスター車でよかった臭くはある。あーでも相手の HP 結構残ってるからわかんないな。その場合もわかんない。うーん、難しいねこのデッキは。 OK、 これリベンジ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 プリーズ、サスターシャプリーズ、サスターシャプリーズ。あーそっちのリベンジじゃないんだ。なんかめちゃくちゃめちゃくちゃしおり手駒来てくれるけどね、俺が欲しいのはそっちじゃねえんだわ。さあ腹ペコさんお願いします。仕方あるまい、俺の骨でお腹いっぱいにしてやろう。んーでプリーズリベンジ、プリーズリベンジ、プリーズリベンジリベンジ。あーお前ちゃうねー、お前じゃないねー。まあ一旦これちょっとアンチヒールかな。ほい、うん、 D5 でもよかったのかな。まあいっか。 OK、 追ってくる。さあ追ってきて、よいしょ。まあ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 、リリアスっとくか。リリアスって、よいしょ、よいしょ。いやーなんかな、動き弱えな、動き弱いわ。でこれでなんかトゥールラとかウィブ打たれて、しんどいってなるイメージ。やめてやめて、優しめでお願い、優しめで頼んでいい。俺ちょっと削られすぎるっていうか、ご利用し死んで、ほら言わんこっちゃない。え、これめっちゃきつくない？どうやって勝つんこっから。一応カード、んーリベンジ置いとくか。一応カードリベンジでちょっと削っといて、はるまる様子見ながら、よいしょ。まあ、数手先でしおりコンボ動線とか組めたらワンチャンあるけど、まあそうだよね。ちょっと勘弁してくれよ。火力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 ペント弱いな。はるまる打つか。はるまる打って、相手の F4 に対して F5 しおり打ってもワンチャン3手飛ばしみたいな感じにならないか。一応相手結構削れてるけど、あー終わった。ちょお前強すぎるわ。2手耐えないといけなくなっちゃった。お前強すぎるわ。ちょっと突き読みダメだわ。まあしおり打つけど D6 から B4 耐えないとダメになっちゃった。2手飛ばし無理だ、そのシールドは。オーマイガー、ちょっと強すぎるっぴ。いや手駒事故ればある。 S3 枚切ってるから D6 プラスヤバい子までフィニッシャーがなければ。おっと罠子だ、マイティじゃねこれ。いやとはいえ俺も HP 激ロー。はい激ロー。
お願いマイティか、これお願いマイティか、これうん、お願いマイティして吸収入れて耐えるしかない。ただ果たして耐えた先で勝てるのか。9655あるけど大丈夫、大丈夫、これ全然飛ばなくない。なんならバイセでも死にそう。やめろ。いや悩んでるな、これ引いてない。さてもバイセワンチャン、ここ悩みは引いてない。いやでも次飛ばせないって、これ9600は。オッケー、耐えた耐えた、頑張れしおり。お前なんか引いてくんない、なんか一発。ダメか、やるしかねえか。無理だよなしおりくん、さすがにお前がコンボ強い。いやでも無理だ、むずくね。エフィニッシャー入れた方がいいの、アイシェ抜いた方がいい。さてはでもアイシェはね何も悪くない気するけどね、引いてるだけですよもうこいつ。むずいな、まあ、イグナスとかファーストとかないもんな。むずいな、どうすればいいんだろう、わからん。デッキ構成が失敗してる説はある。えでってもやっぱ竜に当たらんときついのかな、どうしてもリベンジってやっぱきついのか。しおり微妙説ある。いやでも、いやでもあるな、こんだけ食らって4300だもんね、頑張ってライフはあるな。しおり微妙説あるか、しおりちょっと違う駒にしようかな。まあいいや、はい。おお、これ勝ちたい、これ勝ちたい、これ勝ちたい、メルベリベンジ、これ勝ちたい、これ勝てなきゃもうねえ。じゃあ手ごまに来てくれるのはすげえ嬉しいんだけどね、なんか微妙だな。やっぱこいつはバフ乗っかってなんぼか。はい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 、でコンボ 2.2 か、ちょっと怖いな。 X くらい行こう。うん、悪くないよ今のところ。ジェンから切ってくれてるわけだからね。あーになっちゃう。ここリリアスとかでもいいんだけど。サスターシュサスターシュ、 OK レッツゴー。ここは2手飛ばしがされなければ、いい火力、いい吸収、いい毒、いいぞ。いやこれね、バフ焚き付けからのオーラ引かれてドッカンが一番怖い。あ、オッケーオッケーオッケー、でかい。引き右ようぜ。はい。ノルフェン？ノルフェンいきます。まあ、貫通ジェイン切ったんでね。よし。よし。ジェイン切ったんで。俺知ってるから。ジェイン切ったら見逃してないから。火力出しな。まあ、リュウダの、あの、守護者とのエルツとかあるかもしれないけど、関係ないね。ノルフェン一択あると。いやでもそっちか、ちょっと待ってね。これさ、リリアスコンボ使えるようになったやん。でこれしおりからいこう。相手守護コンボ打つと嫌が王でも火力出ちゃうから、サスター車でいける。次のターン嫌が王でも火力出るから 1.08 倍でしょ。ランタン引かれなければ確定で耐える。よし、耐えれる耐えれる耐えれる。あーでもこれ一応怖い子は言っとくと、危ねえ。これエストレーラ来てたら死んで、あの落ちんでた死んでた。エストレーラは無理。でもまあ火力出してくれたんで行ってこいと。よし、はい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 。おお、まあ竜対面はさすがに火力出せるな。やるじゃん、竜対面はさすがに勝てるか。難しいねこのデッキね。ちょっと難かったか。あんま向いてないかもしれない俺には。一応でもデッキ使ってる人いたからな。もしかしたらデッキ構成ちょっと悪いのかもしれない。なんか教えてほしいなこれ。メルベリベンジソムリエの人いたら、もし自分の視聴者の中に、あ
このリベンジはね、うん、こっちの方がいいですよとかあったらぜひ教えてください。あとはさすがにこの駒入れた方がいいですとかあったら教えてください。ちょっとメルベリベンジっていう感じでね、今回やってみたんですけど、難かった。まあでもなんかね、一応あるらしい。これ本当の話すると、ガチでなんかリベンジなんだ、そういう会話があるか知らないけど、リベンジ界隈かなんかがあったとして、まあ、こういう形もどうやらねあるらしいんで、よかったらね興味のある人使ってみてください。ということで、この動画面白かった人、高評価チャンネル登録お願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。